気がついてみると、ブドリはどこか病院らしい部屋の白いベッドに寝ていました。枕元には見舞いの電報や、たくさんの手紙がありました。ブドリの体中は痛くて熱く、動くことができませんでした。けれどもそれから一週間ばかり経ちますと、もうブドリは元の元気になっていました。そして新聞で、あの時の出来事は、肥料の入れようを間違って教えた農業技師が、オリザが倒れたのをみんな火山局のせいにして、ごまかしてしまったためだということを読んで、大きな声で、一人で笑いました。次の日の午後、病院の小遣いが入ってきて、ネリというご婦人のお方が訪ねておいでになりました。と言いました。ブドリは夢ではないかと思いましたら、間もなく一人の日に焼けた百姓のおかみさんのような人がおずおずと入ってきました。それはまるで変わってはいましたが、あの森の中から誰かに連れて行かれたネリだったのです。二人はしばらく物も言えませんでしたが、やっとブドリが、その後のことを尋ねますと、ネリもポツポツと、イーハトーブの百姓の言葉で、今までのことを話しました。ネリを連れて行ったあの男は、三日ばかりの後、面倒くさくなったのか、ある小さな牧場近くへネリを残して、どこかへ行ってしまったのでした。ネリがそこらを泣いて歩いていますと、その牧場の主人が、かわいそうに思って家へ入れて、赤ん坊のおもりをさせたりしましたが、だんだんネリは何でも働けるようになったので、とうとう三四年前に、その小さな牧場の一番上の息子と結婚したというのでした。そして今年は肥料も降ったので、いつもなら麻屋越えを遠くの畑まで運び出さなければならず、大変難儀したのを、近くのかぶら畑へみんな入れたし、遠くのトウモロコシもよくできたので、家中みんな喜んでいる、というようなことも言いました。またあの森へ、主人の息子と一緒に何遍も行ってみたけれども、家はすっかり壊れていたし、ブドリはどこへ行ったかわからないので、
いつもがっかりして帰っていたら、昨日新聞で主人がブドリが怪我をしたことを読んだので、やっとこちらへ訪ねてきた、ということも言いました。ブドリは治ったら、きっとその家へ訪ねて行って、お礼を言う約束をして、ネリを返しました。ブドリは治ったらきっとその家へ訪ねて行って、お礼を言う約束をして、ネリを返しました。それからの5年は、ブドリには本当に楽しいものでした。赤ひげの主人の家にも何遍もお礼に行きました。もうよほど年は取っていましたが、やはり非常な元気で。今度は毛の長いウサギを1000匹以上飼ったり、赤い観覧ばかり畑に作ったり、相変わらず山師はしていましたが、暮らしはずっといいようでした。ネリには可愛らしい男の子が生まれました。冬に仕事が暇になると、ネリはその子にすっかり子供の百姓のような形をさせて、主人と一緒にブドリの家に訪ねてきて、泊まっていったりするのでした。ある日ブドリのところへ、昔テグス界の男にブドリと一緒に使われていた人が訪ねてきて、ブドリたちのお父さんのお墓が森の一番外れの大きなカヤの木の下にあるということを教えてゆきました。それは、はじめテグス界の男が、森に来て森中の木を見て歩いたとき、ブドリのお父さんたちの冷たくなった体を見つけて、ブドリに知らせないように、そっと土に埋めて、上へ一本のカバの枝を立てておいた、というのでした。ブドリはネリたちを連れてそこへ行って、白い石灰岩の墓を建てて、それからもその辺を通るたびに、いつも寄ってくるのでした。そしてちょうどブドリが27の年でした。どうにもあの恐ろしい寒い気候がまた来るような模様でした。測候所では太陽の調子や北の方の海の氷の様子から、その年の2月にみんなへそれを予報しました。それが一足ずつ
だんだん本当になって、拳の花が咲かなかったり、5月に10日もみぞれが降ったりしますと、みんなはもう、この前の凶作を思い出して、生きた空もありませんでした。空母大博士も、たびたび気象や農業の技師たちと相談したり、意見を新聞に出したりしましたが、やっぱりこの激しい寒さだけは、どうともできない様子でした。ところが6月も初めになって、まだ黄色なオリザの苗や、芽を出さない木を見ますと、ブドリはもう、いても立ってもいられませんでした。このままで過ぎるなら、森にも野原にも、ちょうどあの年のブドリの家族のようになる人が、たくさんできるのです。ブドリはまるで、物も食べずに、幾晩も幾晩も考えました。ある晩ブドリは空母大博士の家を訪ねました。先生、気層の中に炭酸ガスが増えてくれば暖かくなるのですか？それはなるだろう。地球ができてから今までの気温は大抵空気中の炭酸ガスの量で決まっていた、と言われるくらいだからね。カルボナード火山島が今爆発したら、この気候を変えられるくらいの炭酸ガスを吹くでしょうか。それは僕も計算した。あれが今爆発すれば、ガスはすぐ大循環の上層の風に混じって、地球全体を包むだろう。そして下層の空気や、地表からの熱の放散を防ぎ、地球全体を平均で5度ぐらい暖かくするだろうと思う。先生、あれを今すぐ吹かせられないでしょうか。それはできるだろう。けれども、その仕事に行った者のうち、最後の一人は、どうしても逃げられないのでね。先生、私にそれをやらせてください。どうか、先生からペンネン先生のお許しが出るようなお言葉をください。それはいけない。君はまだ若いし、今の君の仕事に変われる者はそうはいない。私のような者は、これからたくさんできます。私より、もっともっと、
と何でもできる人が、私よりもっと立派に、もっと美しく、仕事をしたり笑ったりしていくんですから。その相談は僕はいかん。天然技師に話したまえ。ブドリは帰ってきて、天然技師に相談しました。技師はうなずきました。それはいい。けれども、僕がやろう。僕は今年もう63なのだ。ここで死ぬなら、全く本望というものだ。先生、けれどもこの仕事はまだあんまり不確かです。いっぺんうまく爆発しても、間もなくガスが雨に取られてしまうかもしれませんし、また何もかも思った通りにいかないかもしれません。先生が今度おいでになってしまっては、あと何とも工夫がつかなくなると存じます。老技師は、黙って首を垂れてしまいました。それから3日の後、火山局の船がカルボナード島へ急いで行きました。そこへいくつもの櫓は立ち、電線は連結されました。すっかり支度ができると、ブドリはみんなを船で返してしまって、自分は一人、島に残りました。けれどもそこから3、4日経ちますと、気候はぐんぐん暖かくなってきて、その秋はほぼ普通の作付けになりました。そしてちょうど、このお話の始まりになるはずの、たくさんのブドリのお父さんやお母さんは、たくさんのブドリやネリと一緒に、その冬を、温かい食べ物と、明るい焚き火で、楽しく暮らすことができたのでした。